ロハスの成績、やばい。元阪神ロハス、日本の投手はとにかくボール球を振らそうとする。私には真っ向勝負してくる韓国が合ってる。24年3割3分4厘、32本、109打点、OPS1.01 に。それって真っ向勝負なのか。真っ向勝負、平均球速145キロ未満のストレート。エゴシが韓国行ったら無双するのでは。率きっちり334にしてくるのは評価高い。単に変化球が打てないだけやん。本マイナー時代も真っ向勝負して来なかったからメジャーに上がれなかったんやな。元横浜のロマックとかも韓国では活躍してたし、マジで長打好環境や。ロサリオ、日本は外のスライダーで逃げてばかりだ。新人が変化球投げたら怒られる世界。単純に韓国の野球のレベルが下がってるだけやろ。韓国産選手争奪戦を終了させた男。日本の投手がこいつの言う真っ向勝負とやらをしたとしても大した成績は残せんだろ。長打高リーグのメキシコでも成績を落としてるし、単純にレベルの低いリーグでしか打てないだけ。